エコール・サントラルは、フランスの工学、技術系エリート養成のための国立の高等教育機関で、グランテタ・ブリスマン及びグランゼ・コールの一つ。略称として、EC とも表記される。正式名称は、エコール・ソントラル・デ・アーツ・イ・マニュファクチャーズ。エコール・ポリテクニック、パリ国立高等工業学校と並び称される、理工系三大グランゼ・コールの一つで、フランスでの理工学。 技術系における最高教育機関として一般に評価されている。英語読みでエコールセントラルとも、また日本語表記では、不通語直訳の中央学校や中央工芸学校、中央工業大学校、国立高等工業学院などとも呼ばれている。企業との結びつきが強いのが特徴で、卒業生の多くは幹部候補生として迎えられる。1829年、 パリにエコール・サントラル・パリが開港、その後、リール、リオン、マルセイユ、ナントに、それぞれが開港した。各校はそれぞれ独立していたが、1990年にエコール・サントラル共同委員会を結成し、協調運営されるようになった。2005年9月に、北京に、フランス系中国人、中国系フランス人技術者養成機関を開校し、 エコール・サントラル・グループは現在、フランス国内に5校、国外を含めると6校を要している。幅広い知識を身につけたジェネラリストの要請を目的とし、入学後2年間は専攻を持たず、数学、物理、科学、生物、工学など、各分野を後半に習得する。また企業や団体でのインターンシップにも重点が置かれ、CNRS、インリア、 フランス原子力庁をはじめとする多くの国立研究機関や企業、フランス国内外の大学の研究室と共同研究を行っている。終了年限は3年であるが、専門性を追求する者は、修士・博士課程に進学できる。在学生及び卒業生は、サントラリアンと呼ばれる。他所のファイルフォーマットをサポートし、愛用者の多いフリーソフト VLC メディアプレイヤーは、 エコール・サントラル・パリの学生たちによって開発された。1998年、同志社大学がエコール・サントラル・リールとの間で、日本初のフランスとの修士レベルの単位、交換協定を結び、留学プログラムを開始した。以降、東北大学等がエコール・サントラル・グループと協定を結び、日本の各校とエコール・サントラルの一校が、相互協定を始めたが、その後同志社大学、 東北大学、慶応義塾大学を日本側グループとし、フランス国内のエコールサントラルグループ全校と3、大護の一括協定を締結して、学生にとって自由度が増した。2006年度より、慶応義塾大学理工学部より、パリ校へ1名、リヨン校へ2名、ナント校へ2名、リール校へ1名の学生が2年間派遣された。2007年9月からは、同志社大学、 東北大学からも学生が、リヨン校へ2名派遣されている。また、慶応義塾大学から、マルセイユ校への派遣も開始された。フランスのエコールサントラル学校からも、同プログラムの下で同志社大学、東北大学、慶応義塾大学、同志社大学へ、修士クラスの学生が派遣されている。ウェブグループサントラルハット、 パルマリズ・デグランデス・エカル・ダッシュ・ L E P O I N T ット・フル技術系のグランゼ・コールありがとうございます